に釣られたくない。当たり前のことをドデカボイスで言うな。それにしてもヤブカラスチェックにブーしたんだ。昨今では悶絶のフックが強いじゃないの。ならばフックに釣られないようにすればいい。けど我々は沼チェイスが多いからいずれはダウンしてしまう。まあ、昔からずっとそれはお決まりだな。じゃあフックに釣られないようにすればいいじゃない。ふむ。で。ということで勢力争いを使いましょう。要するにロマンを求める回ってことだな。久々に見たわそのパーク。忘れがちだけど前のアップデートで口強化されたんだよね。で、今さらやるのか。うん、だって挑戦してからもう2週間経ってるもん。だから最近このシリーズ出てなかったのか。あ、まずは恵みを与えるわね。お前が恵みパークを持ってくるなんて珍しいな。それも勢力争いを有効活用するため。指数関数。これはハイズリ回復を 100% 上げることができるわ。ジョナのパークか。正直使い所がクソむずいパークだけど、ようやく使い時が来た。範囲内なら不滅の日じゃないわ。へぇ。不滅の方が安定しね。野暮という言葉をご存知で。さあ、お逃げなさい。てかね、網すげえ格好させてんな。今回のリフトでこれがあってすごい気に入ったわ。こんなエッチなスキン DVD 史上初めてな気がする。あ、ゴスペが近くに来てるわね。しかしここで戦いたくはないわね。恵みから離れちゃってるし。でもこれは完全に来てますな。一旦抱擁解除してからチェイスしますか。お、待てよ、ここは海外でよく見たいタスタンホールインワンができるか。またよからぬことを考えておるな。これは欲張らずに板のところに隠れましょうか。はい、ここでしゃがみ。攻撃食らったらイタスタン。あれ、そのまんま落ちた。しかも元で発電した人がいたわ。クソ害悪サバイバーで草。責任持ってしんどくわ。さて、状況はかなりいいですよ。どこがだよ。結構な釣りペースに見えるぞ。いいえ、指数関数があるところで発電してるわ。あ、そっちかい。しかも見て、すぐそこに板がある。こんな絶好の機会は逃してはいけない。こう見るとギデオンだと割と勢力争い決めやすそうだな。って来てる来てる霊夢さん。ふ、わざと離れなかったのさ。まさか。身横の回復の速さ。やべえ、マジで不滅以上だ。しかも今回フリップフロップも搭載しております。さあ、板通ったらすかさずバツボタンを押すわ。あ、R1 だった。バカじゃねえのお前。さて状況はかなり良いです。あれ再放送ですか。そんなところにいて大丈夫ですか。ふっふっ。私には秘策があるわ。たとえここで襲われたとしても指数関数がある。あ、これやっぱり再放送だ。なんとタイミングがいいことにあそこに板があるわ。これは勢力争いチャンスね。お前今絶対びっくりしただろ。どちらかというと視聴者がびっくりしたかもしれない。間違いねえわ。発電機を蹴ったってことはイタチはなさそうね。さあ、このまま板通り過ぎたら私の勝ちね。R1 準備してと。皆さん、これが、勢力争いです。最初ミスってたけどな。さ、満足したわ。脱出しましょうか。やっぱりもう少し取れ高欲しくね。小山田サバ脱シリーズ投稿遅れますわ。てか格好がいつものに戻ったな。ああ、なんか、露出が多すぎてなんかかわいそうになってきた。そんなパターンあんのか。さて、このステージは結構難しいわね。とりあえず恵みを付与したいわね。あ、確か、流れ星。ここにトーテムが確定であったはず。でもこれは絶対バレて壊されるぞ。そうなのよね、こんなわかりやすいとすぐ壊される。あとキラーも確定生成ってわかってたらより確率が上がるわ。あの木の成果を買う上にハントレスさんいらっしゃるんですが。見えませんね。それはもう眼科に行ってください。いや、やめてください。せっかく作ったのに今壊されたら私の時間が。あ、これは先に私を倒すつもりね。終わったわ。気のせいだったわ。よう今の当たらんかったな。まあ巻きましたし発電をしますか。あそこからすが飛んだわね。壊されました。よしこの動画はボツだ。諦めが早すぎるわ。ようこそヘルランドへ。あらすごい地獄。忘れてはいけない、ライトの存在を。よし、今だ、救助に向かえ。私は一体何ができるんでしょうかね。いよいよ焼けになってきたな。ああもうこれライト救助以前に絶対チェイス入るわ。よし、ならお前が後2台チェイスすればいい。冒頭の会話をお忘れですかい。沼地党幹部の私がそんなことできるとでも。そんな肩書きがあったのか。これ見ろ、もう負傷したわ。ああ、おまけに斧補充ですわ。これはもう死亡確定です。お疲れ様でした。ってあれ追ってこないか。命拾いしたな。あ、今気がついたけど野良の人癒しの輪と指数関数あるじゃん。癒しの輪はわかるがまさか指数関数も持ってきてるとは。あ、ダメだこれ回復間に合わね。お願いなのでそこのトーテムは壊さないでください。どうやらお前を倒してからやる感じだな。あ、しかもここは遮蔽ないから終わったな。いいや、少し考えがあるわ。実はこの丸太結構でかいから斧貫通難しいのよね。あ、本当だ。ぶつかってるな。張り付かず少し後ろから投げれば当たるけど多分知らないみたいね。これは沼地でも少しは時間稼げるかもしれない。そろそろ斧がなくなるんじゃないか。あ、この人もしかしたら気がついた。いえ、まだ大丈夫ね。斧なくなったと思うけど。
よし、補充に行ったのなら今のうちに逃げましょ。そう簡単には行きませんでした。下船沼。これどうだろう。結構板があるけど通るかしらね。その板に、通らないか。あ、でも待って、これもしさっきの板ポジ行ったらワンチャンあるかも。うおー、レッツゴー。まさかまた決まるとはな。まさか勢力争いがあるとは夢にも思うまい。あ、やっぱこれ逃げる場所がない。大沼じゃねえかよ。待って、これもしかして。絶対ありえないから考えるのやめとけ。ここで恵みを壊しに行ったけどノープロブレム。これだけ回復すれば即板倒せれるはず。2連続スタンなんてできるのか。現実を見ろ。ハントレスデンはもう警戒してお前を放置してるぞ。それに勢力争いと気がついていれば今担げばまた逃げられるってわかるはずだ。つまり、どういうことかわかるか。どういうことよ。お前は一生そこにいるんだよ。死刑よりも重い。あ、あれ、これ担ぐ気が。え、おい、宝くじ買いに行くぞ。いや、もうここで運使い果たしたって。しかもこれで通電したってマジかよ。これじゃあお前が最初に述べたクソ適当な説が立証されるじゃねえか。いやー、マジでこんな奇跡起きたら次の動画どうすんの。案外冷静だなお前。まあいいわ、さっさとゲート開けて脱出しましょう。あー、苦節30試合。ここまで頑張った甲斐があったわ。そんなにやってたのかよ。